花井さん、こんにちは。アカンです。ということで、今日はですね、この音声配信が新規開放来たっていうことで、この子の性能をね、見ていきたいなと思います。というわけで、まずはですね、このリーダースキルなんですけども、リーダーとサブの使用した毒レベルプラス3っていうことで、めちゃくちゃやばくないですか？リーダースキルだけで毒レベルプラス3できるっていうのはこの子だけなんでね、ぜひ毒パーティー組む際はこの子をリーダーにしていただけたらなと思います。で、オートスキル1はですね、打球判定に応じて受ける打球ダメージを軽減する。で、オートスキル2は、スマッシュかジャストで返球時に15秒間毒レベル5付与するっていうことで、まあ、このリーダースキルと合わせるとですね、毒レベル8まで行くことができるし、スカルマグラを持たせれば毒レベル9で、スカルマグラのスロットスキルにもプラス1すれば毒レベル10っていうね、めちゃめちゃ毒レベルを上げることができるので、相手の体力めちゃめちゃ枯らしていけるんじゃないかなと思います。で、クイックムーブ習得、燃焼無効もつきました。で、次もね、結構ついたやつですね。特殊状態中であれば、マイポイント開始時、ダイブギミック再設置、ノックバック無効、地面無効、ダイレクト無効、ボレースマッシュの急速アップということでね、もう、&&&でもう、どんだけ言うねんって感じやねんけど、もうめちゃめちゃね、暴力が上がって良くなったんじゃないかなと思います。で、キャラスキルは普通に今までと変わらないんですけども、ダイブギミック上の弾は、ポイント中3回ダイブ返球可能で、一部を除く弾の付与効果を無効化し、同じ軌道を打つことができるんですよ。なので相手がオンザラエンセンスとか、キアラのオンザラあの弾を打ってきた場合であれば、オンザで返すことができるので、すごい得点力を生んでいけるっていう形になっております。で、まぁ、SS はですね、スタミナ200回復して、かつ30秒間特殊状態、ダイブギミック設置の新速ショットっていうことで、まぁ、割と早い SS も打てるよっていう感じで、まぁ、今回ですね、このアイシャを使っていきたいなと思います。このチャンネルでは、白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1試合目やっていきたいなと思うんですけども、まあこの子は毒で結構攻めていく系のキャラじゃないですか。でも今の環境ってね、状態異常無効で毒防げたりとか、打球効果無効で毒食らわへんかったりもするから、まあそういう点では微妙やったりするんやけど、まあその分ね、ダイレクト無効やって、なんかいろいろな追加効果が追加されてるから、まあ結構いいんじゃないかなと。まあ普通に毒で枯らせなくても大丈夫やし、枯らせる相手に関しては超枯らせるって感じなんか、ただ相手全然ダメージ入ってないな。これあれなんよね。スロットスキル3に毒状態の相手に当たるダメージプラス 50% ってやつつけてるんやけども、全然ダメージ入ってないから、そんな毒特攻せん方がいいかもせえへんね。だ30しか食らわへんって弱くね？おぉ、ぶちゃ。でも、まあ、毒レベルめちゃめちゃ高いの上げれるから、まあ、継続ダメージは結構ね、与えることができるよね。こっちトルチェだけでめっちゃ枯らしてんのに、俺も結構枯らされてるっていうね。まさかの事態よ。やべ、体力がない。ただま、SS 打ったら体力200回復するっていう能力あるからね。まあ、それで、打っていきたい。あ、マジ？まあまあいいでしょう。この相手もしかしてドリンク来た？来てないよな。オッケー。いや、これで SS 打って体力回復して、こっから割と PSA になるんちゃうかな。ただこれね、ボレー抜けたとしても、ボレーをこのカウンターみたいなされたらね、一撃なんよね。あとこれね、トルチェラケット打ったとするやんか。それも相手がダイブで返して多分俺捕まえられるって形になったはず。ああ、相手。ダイブキングで取ればよかったのに。よいしょ。いや、これほんま、全方位カバーできるのはやっぱいいところよね、この頃。よいしょ。やべえ。まあ、こうなったとしても、ダイブできるっていう。これがね、素晴らしいところですよね。まあ、瞬間移動よりか若干使い勝手は悪いかもやけど。これ特殊状態切れたらダイブできんのかな？ちょっとそれ試したいな。ちょ、相手。いい感じになんか SS かなんかで決めに来てくれ。来い。来い。あ、無理ですね。今多分、タイミングが悪かったかもしれんけど、多分無理ですね。はい。普通に飛びついたんで。だから特殊状態である必要あると。あと特殊状態がループ次第という事件が発覚したから、普通に SS 回転率アップみたいなやつでいいんちゃうかなと思うけど。あー、これ無理。よいしょ。やべ、スマッシュ加速かつ毒食らうから、ちょっと気ぃつけなあかんな。よいしょ。やばい。いけ。やばい。いや、これやばい。俺ピンチ。あ、え、相手普通に取った。それは予想外。いや、これどうだ、今の階級この子使えるんかな。よいしょ、スマッシュ加速いいね。どこも結構、いい感じよ。よいしょ。トルチェラケット2回しか打たれんねや。なんか知らんけど3回打てると思ってた。ほんで、来る。うわ、SS 来た。危ねえ。あんなエチデみたいなことできるやん。てか、相手右側の、なんかなくなってるやん。あれ、そんなことあるん多分、普通に不具合かなんかやと思うねんけど。やば。よいしょ。ここでバーンってやっとく。オッケー。あ、ボレー加速もついてるのいいな。あ、ボレー加速ついてる、だいぶいいな。あべ。まあ、こうなってもこう。だから、とりあえず、ま、ガズベしとく感じかな。愛車ミラー。愛車ミラーとかなることあるんかな。愛車使うぐらいだと他のキャラ出す気がするけど。よいしょ。いや、愛車ミラーは結構不毛ですね。防御力3回抜けたとしても大丈夫な予防線が張ってあるからね。ちょ、俺抜けすぎじゃね？俺めっちゃ下手くそじゃね？よいしょ。
まあシンプルにまあ体力枯らせるプラス毒ちゃう、ボレー加速とかついてればめちゃめちゃいい点よね。これもう負けそうやな普通に。まあこれ次負けたら愛者じゃなくて違うね、愛者が得意とするキャラで俺は逆に行くかな。だから俺が不利な状況で戦ってみようと思います。はい、だからこういうキャラで勝てるよっていう案内ですね。てかでもいろんなキャラに勝てるような、この反射があることによってめちゃめちゃ得点力あるオンザラエッセンスであったりとか、あとなんか最近アピスとかのエッセンスあれ取りにくいやんか、あれを反射で打てたら相手も相当取りにくいと思うから、まあそういう点では結構いいよね。でそれボレーちょっと取りにくいな。よいしょ。で、スマッシュ相手がね、なんていうの、この、ギミックみたいなんで取った時って、ボレーエリアで返しちゃダメですよ。GS とか SS で返すんやったらいいけど、スマッシュ扱いになるから、ボレー、グッド以上で打たないと、打ち上げて、コート外出てしまうから、そこだけは注意してください。はい。結構不毛ですね。ラッキー。いや、これ長いな。ちょっとこれスルーしてもいいか。でもスルーしたらちょっと相手が嫌な気分になるかもしれないから、ちょっと、なんか、ミスしましたよ感で、よし、あーやばいーっていう感じで終わりたいの。相手ごめんなさいね、ちょっと違うキャラ使ってみたいなと思います。はい、というわけでやっていきましょう。まあ、キアラのねオンザラインのまあ、左右に振るやつと、このアピスのね SS の軌道を反射してもらうのと、まあ、ジュダのロブも反射してもらおうという作戦でいこうかなと思います。相手きっと愛車で来てくれるよな。そんななんかプレミアで打ってきたら俺びっくりすんで、そんなトライアルマッチで愛車入れてんのに使わへんとかそんなことはないよな、さすがに。これは SS 打たずに決めたいな。やべえ。で相手 SSS までたまだ多分なプレミアで打ちたくなるから、うわ打ちたくなってもうてるやん。おい趣旨忘れてんじゃん。おい、あほな俺キアラで行こう。キアラで行ったら多分ね嫌やと思うよ。俺プレミアを使ってて嫌やもん、キアラ来たら。え、なぜ、あスローと感電のやつ、よし。いや強いよなやっぱりキアラって。これ来たら結構詰むもんな、ツルツルで滑し、あただアイシャって滑れへんのか、もともとほんのめちゃめちゃキアラキラーやな。まあキアラが横行してた時もこのアイシャめっちゃ使われとったんやけどね。よし、まあ、ダメージ受けてもこの子は3回ね体力回復するっていう能力あるから最強よね。相手これはもうアイシャ出さずにはいられへんやろ、さすがに。カモンアイシャ、あ来た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 。ほんでちょっと軽めに打とう、軽めに打って絶対先生打てるようにして、はいはいはい、カモンカモンカモン、はい、ちょ右打つよ右打つよ右取れよ、おいおいおいナイス。はいカモンカモン、いやー SS 弾が遅いな。スカルマグラで多分なんか燃焼じゃないわ、毒レベルちゃう、毒状態の相手に当たるダメージプラス 50% かなんかつけてんのかな。はい来た、オッケー、あ毒状態切れた、ちょっとそれは予想外だな。ちょっと待ってそれは違うな、ちょっと SS を試させておくれ。よいしょ、あと1打球溜まるから待っててね。よし、これで、まあ、帰ってくるから、まあ、それをちゃんと取ると、オッケー。ほんで、これが来る。はい、取れたけど、で、これが3連発で来るってなったらきついよねって話やんな。いやー、強いよね、普通に。いや、もう、キアラに対してはすげー強く戦っていけるから、めちゃくちゃありかなと思います。次、アピスの SS をちょっと、返してもらおうかな。あ、ツルツルが残ってる。自分のせいでツルツルになってる。よいしょ。はい、スマッシュを反射。そこまで速くないな、反射のスマッシュとかな。あぶね、SS よ。オッケー。俺、アイシャ使うんがすげえ下手やったな、さっきな。よく考えたら。よし、行くぜ、俺の SS。行け！いや、普通にボレで返した。それは、ちょっと違うわ。趣旨を分かってくれ。ちげえじゃん。オッケー。ラッキーラッキー。はい、スマッシュドーン。あ、ラッキー。まあ、もう、まだね、まだしばらく SS 打てない状況が続くから、僕が戦っていくと。しかも、あ、そうやね。アイシャって地面向こうついたから、アピスのこの能力、聞かへんね。スロットスキル封印みたいな。そういう能力が乗らんのはめちゃくちゃいいかなと思う。よし、もうすぐ SS 打てるから待っとけよ、アイシャ。あ、それ特殊で切れてんのちゃうの、お前。ちょっと待っといたらやん、しゃあないから。あ、SS 打ってきそう、打ってきそう。ちょっとローブでちょっと警戒しての。はい、SS どうかん、どう普通に取った。もう。それ違うやん。そんな、違うやん。お前、得点力生もうとは思わないのかい。お前、俺のこの素晴らしいグニグニの SS で、お前。よいしょ。ちょ、これバースト発動するのちょっと難しい。オッケー。はいはい、もうすぐ SS 溜まるから待ってろよ、アイシャ。はいはい。うわー、SS 打れた。あ、SS 回転率なんか上がってるやん。さっき毒状態途中で切れたのにな。よいしょ。はい、まだアイシャで来てる。オッケー。いや、今度こそ俺ガチで決めに行くからな。よし、これで。はい、これ来たやろ。あー、お前。どうかしてるぜ、その防御力、ほんと。よいしょ。ほんとにやばい時にしか使わへん派の人間な。よいしょ。ラッキー。
てかバースト発動何回も失敗してんな。ゲージ3つまで貯めるつもりなかったのに。ちょ早く発動させないとバーストがマックスになっちゃう。オッケー、耐えた。やべえ、生成打たれた。あ、デュースか、まだセーフ耐えた。いや俺はどうしてもアピスのやつを反射させたい。それが俺の一生の願いです。お願いします。え、ちょジビと暗闇が効いてんのね。暗闇向こう、状態上向こうはなかったもんな。アイシャよいしょ。まあアイシャ強くなったけどね。まあまあ今の環境でめっちゃ暴れるかって言われてなんか微妙な気もせんでもないけど、やばい、ちょこれ負けたらやばいんか。あ、じゃあ勝ったらやばいんか。俺行くぜ、俺の SS 見とけよ。ズーン、おいまあでも帰ってきたらすげえ早い球が来るのは間違いないです。